とか。あと2週間で、うん、開幕なんですよ、聞いていく。開幕だよ。で、まあこう、りゅうすけくんとも TT 埼玉ね、いろいろ活動していて、まあ多分、僕もツイッターとかこう見てるとやっぱ一番出てくるのって TT 埼玉だし、はいはい、その全然一般の方がツイートしてる TT 関係のことも TT 埼玉すごい多い、うん、ありがたいです、本当に。なので、まあこれからね、もう盛り上がっていくべくみんなで頑張んなきゃいけないんですけど、うん、まあその先はやっぱ一応考えてるべきじゃないですか、考えてるべきじゃないですか、ね、T リーグっていうのを作るのはいいけどさ、リュウスケの中で今後と T リーグというものをどういうリーグにしていきたいというか、うん、どういう組織やらなきゃいけないみたいなのあるでしょ、どうせあるね、うん、なかったらね、聞かないよ、俺も聞かないよよくそのね、よく今でも、まあ、坂本監督って呼ばれたりとか、坂本さん、うんで、まあ、ゆうへい君は分かるけど、本当に自分は経営が好きな人間でね、うんうん、実際に今自分はね、TT サイトの社長からお誘いもいただいて、監督でありながら執行役員っていう、ね、ポジションで経営をもろ携わらせてもらって、スポンサー周りもそうですけど、いろいろやってる中で、後々はやっぱり自分が監督っていうよりは経営側としての方が多分力を発揮できるんじゃないかなっていうのは、うん、これ、まあ、TT 埼玉だけじゃなくて、実は僕今ね、8個ぐらい仕事やってるんですよね、うん、ね、してるんだけど、うん、やってて、それも一事業としていろんなことをね、まあ、イオンモールのイベントのプロデュースもそうなんですけど、ね、やっていく中で、T リーグができたから、結構、日本に強化の場所ができて、うん、みんな良かったって言ってるんですけど、僕はね、それだけじゃないと思ってるんですよ、本当は。ネガティブな面もあると思って、うん、何かって言ったら、自分はその年齢で海外に行ったことによって、2ついいことがあったんですよ。っていうのは、まずは友達が増えたことなんですよ。はいはいはい、うん、で、それが実際世界卓球の時とかも、自分はディレクターをやらせてもらった時にかなり生きてて、選手とコミュニケーションが取れるようになったってところで、いろんな経営がしやすかったんですね、運営的に。で、そこともう一つは英語。はいはいはい、これ、英語がやっぱり自分はパーフェクトじゃないけど、そこが喋れることによって全然仕事の幅が違うって考えた時に、 T リーグができるイコール日本のトップにトップ選手がトップリーグとして日本に残ると、うん、そしたら海外にもちろんワールドツアーで行けるの、これ1週間か2週間で試合で回る話ですよ、うんうんうん、で実際向こうに住むってことではないと、うん、ってなった時に語学とかってところって一生生きてくるものになる、うんうん、だから自分はもちろん T リーグができたことを嬉しいし、 T リーグが素晴らしいもので今後さらに大きなものをしていかなきゃいけないっていうのもあるけれども、できれば若い選手には海外にはトライしてほしい、はい、間違いなくトライしてほしいんですよ。だから T リーグに、来てもらえるのはチームとして TT 埼玉としても嬉しいんですけど、でもやっぱり海外リーグも挑戦してもらって、まずその言葉が通じない、職も違う、うん、でそこを経験した選手とそうでない選手では間違いなく最後の9オール10オールの1点が変わってくると思う。これメンタルの強さの違い絶対出てくる、うんうんうん、自分で生き抜くと、自分で生活をし抜くっていうところっていうのはやっぱりいろんなところで鍛えられると思って、これ卓球だけではなく普段の生活から鍛えられるところは多いんじゃないかなと、ね、強く思ってるし、自分はやっぱドイツに5年でスウェーデンにも1年住んでたよね、うん、がやっぱ自分の中ですごい生きてて、まあ、語学もそうだけど、だから若い選手にはもちろんうちとしてももちろん TT サイトは元として入ってほしいし、 T リーグで活躍してほしいという気持ちはあるけれども、少なくとも1年から2年は海外リーグには若手の選手はトライしてほしい、うんうん、それから T リーグでもいいんじゃないっていうのは思ってるから、そこもトライしつつ T リーグも視野に入れながらやっていかなきゃいけないっていうのと、やっぱり T リーグに関して言えば、絶対これはできたことは素晴らしいことであって、うん、で今後今はまあスタート男子4チーム女子4チームというスタートなんですけど、今後こう拡大していくことによって T リーグの自分は何が一番いいかっていうのは選手の強化っていうのは当たり前、うん、で選手が強くなる場所になる、でももっと大きいとこ見なきゃいけなくて、何かっつったら卓球が好きな人の卓球の雇用を生むってことなんですよ、うん、例えば今4チームあったら4チームチームスタッフっていうのはこれは今まではなかった、うん、例えば1チーム10人だとしますと、4チームで全部で8チーム80人が卓球で仕事ができると、うん、でさらに今後増えていけば1チーム、ね、10人だとすれば男子10チーム女子10チームってなったら200人の雇用が生まれるわけですよ、うん、でプラス、もっと大きく広がっていくんでアンダーいくつができないとか ねでもっとピラミッド型になって2部チームももしかしたらできるかもしれない、うん、例えばドイツではあるわけですよすでに、うん、
で、そういうところでも選手の雇用もそうですけど、卓球で働きたいっていう雇用が大きく生まれるっていうところをやっぱり一つのビジネスモデルとして作っていかなきゃいけないっていうのがやっぱ T リーグの大きな役目だと僕は思ってるんで、あのね、みんなに成功を求めすぎ、いきなり無理。まずはね、何をしなきゃいけないかっていうのは時間もお金も先行投資をしなきゃいけないんで、やっぱそういうことをやっていかなければ成功なんてことはないし、あのまずはね、成長をどうし続けるかっていうのをまずみんな考えなきゃいけない。だからそこが今いろんなところでずれてるところはもちろんあると思うんだけど、みんな一生懸命やってるし、だからとにかく僕が言いたいのは成功よりも成長をまず求めましょう、うん、で成長の先に初めて成功があるわけであって、しかも成功なんて何か分かんないじゃない。そうそうそう。で、ね、T リーグのマーケットがどれぐらい上がったら成功なのかとか、例えば T リーグで雇用をどれぐらい埋めたら、もちろん選手としては日本が金メダルになったら成功だよね、うん、だけどもそれは経営として運営としては成功かどうかってまたこれ話は別だですね、うん、ですよね。なのでそういう意味ではやっぱりそのキーになるあのフレーズというのは成長を求め続けるっていうのは絶対思ってる、うん、で自分が入った TT 埼玉っていうのは自分もそうだし周りの人もそうだけど、とにかくいろんなことにトライして成長を求めようと。でもしそれがダメだったら謝ってまたやればいいんだよ。そうだな。でもうやったことがまず成長だからねと、うん、何もしないところに成長は生まれないと。なのでうちはあんだけ活発にやってるっていうけど、本来活発にやってるとは自分でも思ってる、うん、なぜなら僕たちはベンチャー企業だよ。ベンチャー企業がゆっくり座ってる場合じゃないかっていうぐらいの気持ちでね、やっていくことが T リーグの成長につながっていき、で日本の卓球マーケットを拡大していく、うん、だって単純にね、日本の卓球マーケットを拡大したら卓球人口は増えて、で卓球やってる人たちはハッピーでね、うん、もちろん収入だって上がるわけだよ、うん、なんで今目先の自分の成功なんか求めてもしょうがないんで、それはもう時間もお金もね、できる人はどんどん費やして投資をして成長をして、でいつか成功を勝ち取ろうと。そうだね、うん、だから成功なんで僕は一生ないと思ってますよ本当に。ただ成長し続けてるってことが成功だと思ってるから、だからそれを T リーグは大きな責任を持って今後やっていかなきゃいけないんだろうし、自分自身も、やっぱ一応卓球のトップの選手の上がりとしてそういう道しるべをね、うんうん、作っていきたいし、やっぱ自分はあの成長を求めながらちゃんとこれをビジネス化、ビジネスモデルとしてやっていくことで雇用を生むと。で卓球で雇用を生めれば卓球のビジネスってのは広がっていき、マーケットが大きくなっていくんで、それが、1チームの監督ではあるんですけれども、自分が一番やらなきゃいけないことかなっていうのと、正直周りの方と一緒にやってるけど、もしかしたら自分がやるのが一番早いのかなとっていうところも自分で勝手に責任を持ちながら、でもそういうやつがいてもいいかなと、うんうん、異端児って言われて結構よっていうぐらいどんどん行くんでねそこは、うん、じゃないと誰がやる？そうだなっていう話なんです実際、うん、何も変わってないですよこんなんすからまあ今こう卓球ね盛り上がってるってとこ巷でちらほらちょっとなんか聞いたりするじゃないですか、うんうん、で、まあ、卓球業界にこう転職をするっていう子もね、うん、ちらほら出てきてね、まあ、それはすごいいい子だと思いますけどね、うん、でまだ多分どっかでこう、まあ、卓球業界が盛り上がってきてそうだから転職しようかなって、卓球で生きていきたいなって言って、うんうん、二の足踏んでる子もたくさんいる、うんうん、おそらくね。だからそれを今龍介は作ってくれるって、というかでもそれもこれもやっぱりもう龍介もそうですし、僕もなんかこんなのなんて誰もやってないからやってるだけやん。で正直行動できるかできないかですよ。そうそうそう、本当にやるかやらないかってなんか言うの簡単ですけど、うん、じゃあ実際やるってなったらやらない人がおそらく8割、じゃあ9割 95% 95% 5% の人なんですよ、動いて行動する人ってことは 5% は勝つってことだよ。そうなんですよ。だから、まあ、それをね無限にこう絶対行動しろって言わないですけど、でもやったらやっただけ、さっき龍介言ってましたけど成長しますよ、うん、本当もう最初いろいろショッピングモールもそうだし、うん、そんなところに客来るわけねえだろとかね、うん、いや言われながらいろいろやったけど、いやいやそこで客を呼べばいいんでしょと、そうそう、ね、っていうのは自分の感覚としてもちろんあるし、それを否定したところで何がプラスになるのかとか、ね、うん、思ってるんで、でやったらやっぱこうやって喜んでる人もいっぱい実際にいて、今当たり前のようになんかそういう風になってきてる、うん、で当たり前のようになるっていうのはそもそも誰かが始めてることは絶対なんで、うんね、その後じゃもう元祖には勝てないんですよ。そうなんだよ、そうなんだよ、うん、でやっぱ
僕の一番好きな仕事スタイルっていうのは01なので、うん、0か1を作ることが自分の趣味なんですよ。1から2は大したことないって思って、うん、だから01を作る、今までないものをまず一歩踏み出す。でその一歩をもう絶対ここに1から下げないように、そしたら下がらないんで結局は、うん、だからそこをやっぱ常に考えて行動してるので、でやっぱりそういう意味では選手の道を作るっていうのはそこにあって、うん、今までないものを作るから、そこに例えばだけど、じゃあ僕は今喋りをいっぱいやってます、解説やらせてもらってます、でショッピングモールで解説もまた MC もやる、でテレビでコメンテーターもやらせてもらって、うん、でも僕もどんどん新しいことをやっていきたいとか、新しいことをスタートしていかないといけないっていうのもどんどん思ってるんで、01なのでってなった時に、ここに誰がハマってくるか、誰をかをもちろん育成しなきゃいけないとかね、うん、でまたそれはそれで一つの仕事になってハマっていくので、それが当たり前の卓球の一事業としてとか、そうね、一仕事として今後成り立っていくんですね絶対に。なので今まで正直まだそこまで誰もやってなかったところっていうのは、よくやりますねとよく言われるんですね、新しいこと、うん、でも考えてみれば、いやまだ誰もやってないから、まだ何も始まってないんですよね、うん、だから今卓球人気上がってきて、上がってきたって言うけど、自分はねそう思ってない全然、うん、まあ、思わない、うん、全然思ってない。っていうのはもちろん今までよりメディアに露出が多くなったりとかってことはあるけど、じゃあそれが直結してね、じゃあ今回の T リーグの動員につながるかって、これもまた話が別で、結局まだ Do のスポーツ、自分がやるスポーツなんです卓球っていうのは、うん、だから、さっきもちょっと話したけど、卓球っていうのはスポーツの中で、一番加盟国数が世界で226カ国、うん、でさっきの700万人約 ね700万人の卓球人口がいます、うん、すごいよねこれ、すごいよ、すごいこと。でも何かって言ったら、今後 T リーグを成功させていくためにはもちろん集客っていうのが一番、うん、で卓球の試合数、この東京オリンピックもあるしね、で集客っていうところになった時に、果たしてこのやってる人たちってどれぐらい来るんだろうっていう、うんうんうん、どこかでね、みんな700万人の人口がやってるから絶対おのずと埋まるでしょと、これは僕は全然そう思う、うん、っていうのは例えばだけど J リーグ、B リーグ、プロ野球ってありますよね。でここのじゃあ実際に見に行くでしょ、うん、ね、で行った時にじゃあ実際多分若い女の子とか、うん、全然まだ子供たちとか、あとおじいちゃんおばあちゃんも含めて、あの中のどれぐらいが野球やってると思いますかって話なんです。そうだね、うん、多分っていうか、自分もいっぱい友達がいるんでね、そっちの分野にも、多分4割ぐらいしかやってない、実質よくて5割6割で、うん、ということは、あとはやってない人たちが一つのこれを面白い趣味としてホビーとして来てるわけですよ、うん、じゃあ卓球はって考えたときに、卓球やってない人会場見に来ますかと、デート行くかっていう話だもんね。そういうことなんですよ。だからそこをちゃんと自分は、データ化して自分で調べていろんなことやってるんですね。ってなったときに、卓球してない人が来るとしたら、自分がやってる親とかね、うん、自分の友達が来てくるよね、まあ、それ程度のもんで、うん、この一つの卓球を例えばお酒飲む人たちだったら、お酒のつまみとして来ますかと、うん、全然そんな段階じゃないですよ。イコール僕の中でまだ人気がないでしょ、うん、ってことなんですよ。だからそこをちゃんと考えて今後作っていかなきゃいけないし、卓球一つのデートスポットであったりとか、卓球一つのエンジョイする場所そう、ね、っていう風にしていくためにはどうするかって考えた時に、まあうちの TT 埼玉としても僕もいろんな話をしてるけども、まずは卓球の試合を見に来られてもいいんじゃないかと、うん、まず入り口として、うん、違うコンテンツでね、そこの会場に行く楽しさをどう提供するかって考えてもいいんじゃないかと。でそこから卓球の試合見て、あれ面白くないかと、でそこから入ってもいいんですよ、うんうんうん、でもなぜか試合を見せることにみんな意識がいってしまう。でも試合卓球したことない人はいきなり試合見るって無理だからって話なんですよ。だからそれ入り口はどうであってもいいから広くしてあげることなんですよ。まずはその卓球会場に来てもらう、そこでみんな楽しくグッズを買って、このチームを応援しようってグッズを買う、で食べ物を買う、でお酒買える場所はお酒を買う、これが結局収入源にもなるわけですよ。でも来てもらわないとお金を払う場所もないグッズ買えない、食べ物を買えないっていうことなんですよ。だからまずこの入り口を広くして浅くしてあげて、まずその卓球会場に来るっていう仕組みをね、うん、作って、仕組みをね、この楽しむっていう場所にしてあげるってことが重要なので、そこからでもいいと思うんですよ卓球の入りっていうのは。それがなぜか卓球の試合を見せなきゃいけないっていうところにすごいこだわってるところが、まだ全然そこはビジネスまで行ってないなと。卓球のマーケットってまだまだ大きくなるんですよ。人口が多いっていうことはそれだけ需要があるという。そうなんだよ、はい、まあ、やるしかないなと、うん、何を言われても、まあ賛否両論あるけど、うん、っていう、それをね
どう3に変えていくらしい、賛否の P があっても全然いいわけだし、じゃないと面白くないし、ないとおかしいからね。そうそう、ないわけないし、だってみんな個々の考え持ってるから。そう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 、だからいろんな心配な声が聞かれますけど、もうスタートすることが決まってるんで、うん、やるしかない。まあでも本当に、T リーグっていうのは間違いなく日本卓球界においてポジティブなことなんで、そうね、うん、だからこれはもうぜひ、視聴者の皆さんもそうだけど、みんなでね、卓球界を応援すると、うん、みんなが好きな卓球界が盛り上がってね、さらに楽しい卓球になっていくので、なんかぜひそこはみんなで協力して、どこのチームの応援とかっていうのも、まあもちろん TT 埼玉ね、そこは、うん、絶対通った今本当そうですよね、みんなでこうね行動していけばね、皆さんのためになるかもしれない。そうそうそう、見てる人の何人かは絶対に卓球業界で働いてみたい、働く前働いてみたいっていう人絶対いるんだよ、うん、でもそれ自分がなんか行動を一人一人起こすことで、そういう状況を自分で作れるかもしれない、うん、さっき言ったように、うん、雇用が増えるって絶対そうなので、だからやっぱ当事者意識っていうのを、まあ、モテっていうだっても絶対無理ですけど、うん、でも自分が好きなことなのであれば、どれだけ当事者意識を持ってやれるかっていうのはすごい重要なことだね。好きイコール人事じゃないんですよ。そう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 、うん、そうすると何か新しい道が開けたりするもんなんで、拾ってくれるかもしれないもちろんモチベーション高い人は大好きですね、はい、熱量があれば絶対見てくれる人はいると思うんで、これはもう、まあ、卓球以外そうですよ、仕事でも何でもそうだと思うんで、うん、全部一緒なんでね、うん